こんにちは。ティナ&ティムアメリカ暮らしです。本日はお買い物はその167、6店舗のお買い物という話です。今日は一挙に6店舗というお買い物をしましたので、そのことについてお伝えをします。このチャンネルはロサンゼルス在住リタイア夫婦の日常をお伝えしています。ぜひともグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。さてさて、映像の方はまず第1店舗目はコストコであります。前回もお伝えした通り、本来であればティナさんと2人で買い物来るんですが、夏休みというで、お孫ちゃんを預かっております。お孫ちゃんに、お買い物に来ますかって聞いたら、行かないというつれない返事をいただきましたので、今回は私一人でお買い物ということになりました。いつもよりはどうも30分ぐらい早く開店していたようですね。早めに着いたつもりでもすでに、お店の方は開いておりました。そして結構空いているという、そんなねコストコであります。買い物はねいつも同じです。スムージーに入れるバナナを買ったり、少しですね、私の方が、ヘモグロビン低下ということでね、ベイビースピナッチを必ずね買っております。それをね食べたところで、ヘモグロビンの、量がですね血液検査で変わるのかといったら、食べ始めてからね少しは改善されたということでね、そんなお買い物ということになりました。特にね、目新しいもの何か見つけたというわけではないんですが、お買い物最初はまずバナナからということで、ほとんどが黄色くて困ったなという感じですね。そしてね2軒目ですけれども、コールズという、デパートっていうんですかね、そこでアマゾンの返品のセンターがあるのでそちらに今向かっております。最近ねアマゾン結構買うんですけれども、どうもね意図したものでなかったり、あるいは、買ったものの動作が挙動不審であったりとかですね、いろいろ問題抱えますね。そんなわけで今日はね、Fire TV のリモコンが、もう Fire TV 自身7年使いましてね、リモコンがどうもダメになってるらしいと、たまに誤動作するんですよね。ですんでじゃあ新しいやつを買おうということで、全く同じものがなかったので、どちらかというと、純正品でないものを、結局買いました。でそれはね東芝のテレビに、Fire TV が内蔵されているものですから Amazon の純正品では、できなくてですね、よくわからないメーカーのものを買ったんですね。そしたらですね困ったことにね、知らないうちに勝手にパワーオンするっていう現象が起きまして、買った時から1ヶ月ぐらいは何にもそんなこと起きなかったんですが、途中からね、消したはずのものが急につくという、パワーオンについてはこれ赤外線だと思うんですが、赤外線が勝手に動いてるんじゃないかと。で私最初テレビがおかしくなったんじゃないかといろいろ調べて、古いリモコンを使ったらパワーオンしないんですね。そしたらね、やはりこれはリモコンじゃないかということで、買ったリモコンがおかしいのじゃないかということで返品することにしました。で返品するのにはこのコールズというお店の中にあるアマゾンの返品専用の場所ということで、ここへね返すことになっております。そしてね3店舗目ですね、こちらねいつもご紹介している、
コリアン系ハンナーマーケットですね、スーパーマーケットの方に今来ております。どうしてもね、スムージーにケールとか、それから、3時のおやつに食べているピーナッツとかね、そういったものは、毎週必要になりますのでね、こちらの方にね買い物に来ております。まあ、結構お野菜がね安いので、ここはよく利用するようになったんですけれどもね、今はね、今日の場合はあまり私はもう必要なもの、要するにこれとこれ買ってきてと言われたものだけを購入しました。まあ、そんなわけでね、ここまでだと大体通常のオペレーションで、まあ3店舗目ぐらいでおしまいになるわけですけれども、そしてね向かっているのは4店舗目、これがね、郵便局です。で、郵便局の方は、私がね秘書箱を持っていますので、やはりね月に1回ぐらいちゃんと行っとかないと、秘書箱小さいもんですからね、満杯になってしまいます。で、満杯になって入らなくなるとどうなるかっていうとね、入らなかったものに対してねペナルティが課されます。お金を取られることになってしまうというんでね、これはね何としても行かなければいけないということでね、この PO ボックスに必ず、月1回はね来て、 PO ボックスが、満タンになる前に、郵便物を取らなくちゃいけないという、そんなね月1回のルーティンが今回ありましたので、4点目は、ここですね、ユナイテッドシティーズポスタルサービス、まあ、日本でいうポストオフィス、郵便局という言葉、ここのね、ポスト PO ボックス、支所箱ですねの方から、郵便物を、受け取りました。さてね、この5店舗目、これも店舗というかね、リサイクルセンターです。で、アルミ缶とかそれからペットボトルは、一応ね、CRV って言って、カリフォルニア州政府に1本買うごとにお金取られてるんですよね。ですんでね、ここへ持っていくと、まあ、そのお金を少しか回収できることがありますので、こちらの方にね、捨てに来ました。まああんまりね、パーティーもそんなにたくさんやって、缶とか、ペットボトルとか、使ってませんのでですね、1年トータルでね7ドルをいただきました。いや、時給から考えたらこれね捨てちゃった方がいいなと思うんですけど、一応ねリサイクルはねしておこうということで、このリサイクルセンター、まあ前にもご紹介していると思うんですが、あんまり行きたくはないんですけれども、ここでね、ペットボトルと、アルミ缶の、そちらを、まあ、預けに来たと、そんなような具合です。さて、そしてね最後6店舗目ですが、今向かっているのは、最近しょっちゅうご紹介しているホームセンターローズです。こちらはね、またまたトレーラーの改造で、必要な部品がね、ありますので、それをね買いに来たという、まあねしょっちゅう来てるような感じですね。まあね、だんだん、トレーラーの改造も終盤に差し掛かりましたので、そろそろねこちらにねしょっちゅう来るってこともなくなるかと思うんですけれどもね、まあ、トレーラーもね、買ってからやはり改造にね 2,3 週間でなんとかいけるかななんて思ったんですが、まあ、うまく進まないというのと、またねいろいろ別の仕事もあったりして、スケジュールうまくいかないという、そんな具合でね、とうとうねそろそろ、トレーラーに来てから1ヶ月ぐらい経つような感じですね。なんとかね完成させたいというふうに思っておりますが、またまた今日も
このお店に来て足りないものを買っていったという、そんなねお買い物でありました。本日はお買い物は167、6店舗のお買い物という話でした。それではまた、ティナ&ティムアメリカ暮らしでした。